どうもこんにちは。2017年4月の30日和道です。今、6時ですね。18時になります。今、幕張にいます。日本一周の旅21日目。今日で38名のリアドとなりました。よろしくお願いします。OK 音。ありがとう。もう今、多分、超会議が今終わったところで人がすごい人混みですね。音聞こえる？タバコ吸いたい。タバコが。はい、ワード2。聞こえる？じゃあ、このまま続けましょう。リアトツ町でーす。さすが、2日で15万人集めるイベントなだけあるね。ここがすごいよ。あ、はい。田中です。あー、どうもどうも。今、リアトツ町の旅やってるんですけど、カウント入れちゃっていいですか？いいです。あざー。大ファンです。結婚したんですか？結婚はまだしてない。席は入れてないんだけど、なんちゃんと、あ、ありがとうございます。今終わったところですか？はい。じゃあ、記念すべき39人目。サンキュー。何が楽しかったんですか、その会議は。なんか。フェイスペイントは。ファッツって。ありがとうございます。接客ですか？これはね、ファッツ。ファッツ？うん。そうそうそう。俺、ファッツメインでやってるんで。あ、そうなんですか？そうそう、花火とか。うん。田中さんかわいいって。ありがとうございます。うん。ありがとう。はい、ありがとう。リアトツ1人です。ありがとうございます。田中さんでした。いきなりだったね。声かけてもらいましたね。もっと早く来ればね、もっとあったかも。お、びっくりした。ワゾット。おお、奥田。ふわっちやってんの？やっさん？ふわっち、ふわっち、今。ふわっちやってんの？あ、はじめまして。ニコニコ生放送の奥田と申します。知ってるっしょ、奥田は。え、あのさ、今、リアトツで1万人リアトツの旅やってんだけど、今カウント入れていい？いや、ダメでしょ。なんでだよ、今リアトツだろ、これ。リアトツじゃないよ。なんだよ、入れちゃダメだって。そんなことやってる人いるなって。いや、入れていいよ。入れていいよ。ありがとう。どう最近？いや、もう全然、もう僕ゲーム配信者になって。なんで、まあ、なんでゲーム配信者？くら替え？閲覧稼げないからって。顔が、やっぱいい人って、そう、もうそんなことじゃないじゃん。わかる？なんか、やっぱ顔がブスなやつと盛り上がる。盛り上がる。ニコヤマって、ブサイクで盛り上がるできてるんですよ。そうそうそう。大手の配信者見て、全員ブスじゃないですか。それこそツイキャスとか向いてんじゃん。いや、もうツイキャス無理なんですよ。無理なんですよ。コメントが。コメントが。最近ゲーム配信やってる。あ、そうなんだ。こんだけ喋れんのにさ、もったいないよね。どうだった？うん。知り合いだよ。ゆうゆうさん。うん。松彦さん。そう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 。え、でも久しぶりじゃねえよ、僕ら。めっちゃ久しぶり。ね。いつぶりだろう。いやー、いつぶりよ。いつぶりだ？いつぶりだろう、ね、ほんとめちゃめちゃ久しぶり。え、いつぶりだろ、紹介いるとかだよ。多分そうだ、そうだ。俺、去年行ってないから、おととしてる。消費者じゃん。ふわっちで VV 言わせてんしょ。そう。あ、コマティンだ。おいし、おいし、お久しぶりです。どうも。今、リアトツ1万人の旅っていう無謀なのよ。リアトツ1万人の旅やってて。じゃあ、1カウントで。あざーす。コマティン、コマティンって。お願いします。声がなかなか。あ、どうも、どうも。あ、なんか、おー、なんか。1カウントでしょ。あざーす。1万人って言って、今日多くなるじゃないですか。頑張ってんなーって思ってパッと見たら、まだ41人なんだ。終わんない終わんない。21日目結構長いもん。結構長い。絶対無理。あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。お疲れ様です。花火。なんで？頼もうよ。喋ろうよ。花火上がりました。花火、だって、うん、上がってねえよ！来たよ！ありがとうよ、ほら。お疲れ、お疲れ、お疲れ、お疲れ。東京先輩、ゆうゆう。え、盛り上がりました、今日。え、っていうか、え、なんでこんながっさり切れてるの？あ、これ昔から。昔から切りました。また、ぜひ。よろしくお願いします。ちょっと中の方潜入して、喫煙所ってあります？喫煙所結構あります。はい。でも、会場の中で。一回中で今、パッと。でも、どこやったら結構、AKB さんも注意したかった。あ、本当に？ごめん、多分大丈夫。あ、了解です。ありがとうございます。いっす、いっす、いっす、ありがとうございます。胸大きい。ねえ、ゆうゆう、大きいよね。
これニコニコ超会議逆走してんの俺だけだからね。みんな帰ってるところ。C カップじゃ効かないんじゃない？ E カップぐらいあると思うよ。E カップぐらいは余裕であると思う。余裕は。超会議、まあね、こんだけ一瞬通っただけでさ、声かけてもらえるんだから、なかなかだよね。ここ超会議？マッカリメッセ。マッカリメッセです。今何人？ 3 人？ 3 人？小倉、小牧、田中さん。3人。おー、ほうほう、銀河さん！お疲れ様です。今日、何のお前言い方来てんの？祭り？今来た？今帰るとき。帰る？ワンワンの今のカウント、ノーカウントだな。ブスだから。ワンワンブスだからノーカウントだな。ワンワンブスだからノーカウントです。可愛い子だけカウントしよう。すごい、金梅さんってやっちょも見たよ。すげえな。この短期間でさ、この5分ぐらいでさ、すげえ人に会えるから面白いよね、やっぱ、超会議。この時間当たりなんじゃない？ワンワンなんか着物着てたのかな？いっぱいいるね。まあ、ワンワンもカウントに入れるからさ。ワンワンは、向こうから来たから、これはカウントに入れよう。カウントに入れます。決まってるかな？一瞬でやっぱ稼げるな。ギアトツ稼ぎまくり、稼ぎまくりえてるよ。ギアトツ。いい感じだよ。やっぱ生主が多いね。生主が圧倒的に。圧倒的に生主多いよ。ゆうさんどうなんだろうね、帰ったのかな、わかんない。もうあれ人が多い、とにかく人がとにかく多い。でも生主も帰るってことははけ早いんだね。どうなってお客さんと9名さんいらっしゃい。タバコが吸いたいんだよね、タバコが。ドレさん昨日徘徊老人みたいになってさ。ドレさん放送やったの？俺楽しみにしてたのに見なかったの。そうだ、タバコ吸いてえな。タバコ吸う、あ、喫煙所あった。タバコ吸います。喫煙所あったよ。到着時間おかしい？まあ俺、しょうがないな。寝ぼつけなんだ。変なのいた？変なのしかいないよ、超会議は。やべえ！ライターの火ねえんだ。やべえ。どっかコンビニあるかな？コンビニ行こう。ドレさん放送してた？マジ？すみません、すみません。ライターの火をお借りしても、ありがとうございます。すみません、お借りします。あ、大丈夫です。あ、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。すみません。ありがとうございます。すみません。いいお兄さんにライターの火をお借りしました。火持ってんの？ありがとうございます。ドレさん放送キャスやってた。人すごいよ。人すごい。ワンワンと一緒にいたのエンジェル昨日は？え、いたの？昨日は。昨日はいたんだ。うん。ギアトツどうだろうね。もう終わりだからね、会場自体は。
あとはだから帰りの人でリアトツ何人あるかだよ。今42名。トータル。おい、ミシェルさんいらっしゃい。いた？ギノワン。ギノワンと俺は殴り合いのバトルやってるけどね。ギノワンのリスナーとだね。正確には。でもワンワンが来たよ。ワンワンが。ヒカルくんいた？嘘。嘘でしょ？すげえ人だなぁ。こっち。もともとニコ生の生主だったんですよ。3年ぐらい活動してて。今、スワッチ1本でやってます。ぜひな、ディズニアによく映ってるって言われる。おー、映してもいいですか？まあ、いいですか？さっき、桃蛇、はい、シールを買ったんです。あ、桃蛇さんの、桃7に解明されましたよね。買うつもりなかったんだけど、買うつもりなかった。喋りかけたら、おあの、ちょっと暇。買い替えって言われた。あ、じゃあ、それはなかったけど、共用はなかったけど、はい。なんかなんか、すごいなんか、洋酒っぽい感じだったけど、500円で、これ買ったの。これはぼったくり、これちなみにいくらですかこれ。500円。あ、もうぼったくりですね。写真撮ってもらったから。ああ、じゃあお得かもしれないですね。うん。ディズニアに、おお、いいじゃないですか。写真写りいいんだよな、桃七な。いや、すごいね。顔、初めて見たんだけど、顔がちっちゃくて。そうなんですよね。こんなに太ってなかった。そうなんですよ、そうなんですよ。桃襟、画面太りするんですよね。僕も会った時びっくりしましたよ、最初。え、でも、ディズニアに似てると、あれじゃないですか。最近事件起こったばっかりなんで、なんか言われたりしません？おお、はい。来たのか。え、映さないで、なんで？今日はいいの？オフの気分。偶然だね。大丈夫だよ。結局、みどりさんに取り上げてもらったんでしょ？よかった、さ。映ってる。いいですね。ありがとう。スワッチ、スワッチ、スワッチ、俺は。ミズニアに似てるって言われると、あれじゃないですか。炎上起こったばっかりなんで。去年ね、エビゾーのリアトツ、はいはいはい、そしたらユリナミいっぱいかかるぞ。生主でお前映りたくねえと、お前おかしいだろ。気分が気分そういう、ありがとうね。みんな覚えてる？みんな覚えてる？偶然通ったの？偶然？京都別に。うるせえよ、プレミアムか。何が面白かった、会長？面白いのなかった？昨日も行ったの？昨日面白かった。そうですよ。ニコ生終わったの？でもすごいじゃん、人集まってて。つまんなかった。つまんなかった。この後どうするの？帰るの？仲間の人と会うの？そっか。あ、そうなんだ。あ、でもそういう、変な誰も勘ぐってないから。なんか飲み物とかどっか売ってる、この辺。売ってない？ちょっとわかんないです。オッケー、ありがとうございます。なんで？またね、水戸行ったらよろしく。クリアできる。チャンネル復活したんだ。合うね、やっぱり生主多いね。バイバイ、助けてくれ。バイバイ、また遊びに行こう。こんばんは、ミテコウモンさんいらっしゃい。今、ニコニコ超会議の、もう、会場にいます、ね。外でリアトツマツやってます。人がすごいいっぱいいるよ。
ごめんなさい。いなくなっちゃったな。よし、歩こう。なんか喉乾いたから、ジュース飲みたいね。喉乾いたよ。こんばんは。生主いっぱいだよ、生主いっぱい。やっぱレイヤーが多いね。そうそう、赤くしちゃおう、髪の毛。こんばんは。人がいっぱいだ。パコパコ町会議にいます。中にコンビニあった。どうしようかな。どうも、お久しぶりです。いらっしゃい。初見さん、もしよかったらフォローしてください。150名さんいらっしゃい。ジュース、ジュース。喉乾いた。遠いね。ロアコ事件のイメージしかない。古いよ。古いよ。ジュースが欲しいな。自販機探そう。自販機。あ、自販機発見。ジュース買いまーす。今日イケメン？ゆっくり寝たかんで。大阪に5月20日夜予定空いてますか？いやー、わかんないですね、5月。大阪にいるかどうかわかんないですね。コンディションが良さげ。もうだって30時間ぐらい寝たから、波動登り。いらないでしょ、そんな。いや、やっぱね、こういう祭り事は大事だよ。こう、日本全国から集まってくるっていうさ。何飲もうかな。お茶でいっか。パッと仙台になってる。閲覧数は今日少ないね。だいたいいつも200から300ぐらいだから、今日は少ない。なんか分散しちゃってるんでしょ。おこんた風船ありがとう。今日は多分いろんな生主が放送枠開いてるから。ガングロさんいらっしゃい。分散してるね、今日は。まあ、しょうがないでしょ。今日はニコ生のイベントだからみんなニコ生とか見に行ってんだよ。すげえ、オタゲーやってるよ、オタゲー。オタゲーやってるよ。どっかベンチねえのかな、ベンチ。でもなんかみんなはけちゃった感じがするよね。人がいない。うん。マサロ、俺おたけできない。ケビ。もういなくなっちゃったのかな、人。全然出てこないや。デイリーヤマザキとローソン見当たらないね。見当たらない。ケピー。
ラオさんお疲れ様です。もしもし、どうした？今あれだよ、総会議いるよ。まかり、うん、放送やってるから。いやいやいや、帰るよすぐ。うん、俺の家今。オッケーオッケー、待ってて。はい、見えてる？大丈夫？のんたんのんたん。今どこいんのって。うん。のんたん、彼女。もう、はけたっぽいな。いないね。駅前の方行く？どうしよう。駅前の方が人いそうだよね。会場、そこが幕張メッセなんだけど、全然人いないじゃん。駅前の方行く？どうすか？小倉とコマティンワンワンはレアだよね。小倉コマティンワンワンはすげえレアだ。ニコ生勢。僕らゲーム配信者になっちゃったんだね。びっくりしたよ。なんか面白い名前っていないかな、レアキャラ。駅前の方行こうか。では、金梅さんすれ違ったよ。おう、ワドーって。新野町と金梅さんが一緒にいた。駅前の方行こうか。うん、人いるところの方がいいよ。話しかけづらい。いやいや、全然普通に話しかけてくれてるよ、みんな。日本一周、いや、考えてない。ていうか、むしろ俺は今でも旅やってるつもりなんだけど。今も旅の最中のつもりだよ。それは知らない。駅の方行こうか。オーラってなんだよ、オーラって。ドラゴンボールじゃないんだから。あさって都内に行く？会います？うざ。会ってくれるんだったら、開けておきますよ、予定。滞在しますよ。紹介に面白いよ。やっぱりその、生放送好きなら、ありっすよ。トルさん今日は来てないのかな？うん。まあね、なんか大人の文化祭って感じ。大人の文化祭。本当にノリが文化祭みたいで面白い。行ったことないんだ、レッツも。全部茶番だから、そこが面白い。
まあ2000円だったらコスパいいと思うよ。1500円とか2000円だったら。そう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 、いろんなブースがある感じで。まあまあ悪くないっすよ。ダーツ投げに行く。あ、ダーツやるんすか。俺アウトローじゃないよ、全然。全然アウトローじゃないよ。もしよかったら初見さんフォローしてってください。お願いします。多分みんなはけたんだね。帰ったんだね。みんな帰ったね、これね。来る時間が遅すぎたかもね。あ、ミニストップだった。まあ、駅前でプラプラして帰ろう。ヘラルはヘラルだよ。なんかさ、でも面白かったのが、帰り道、ディズニーランド勢と、ニコニコ超会議勢が二人、やっぱ満席なの、電車の中が。ニコニコ超会議に行ってるやつと、ディズニーランドリア充勢が両方とも、対比が面白かったんだよ、すげえ。すげえ面白かった。あ、こっちは、もうディズニーだ、こっちは超会議だな、すぐわかる。面白かったよ。教授、いいよいいよ。後でやっとくよ。ディズニーランドと超会議の対比が面白いんだよ。すぐわかるから。なんで足がバンバンなんすか？歩いたから。すげえ歩くもんね。あれ、駅どっちだっけ？一目でわかるね。痛い T シャツ着てるか、チェックの T シャツ、チェックの Y シャツ着てるか、痛い T シャツ着てたら、もう超会議で。超会議のチェック率、チェックの服の高さ。今はね、幕張。駅前着きました。ストリートミュージシャン多いね。
ストリートパフォーマーが多い。駅前まだ人いるね。もちろんさしてるよ。すげえ人だかり。技はもう始まってるんだ。分かりづらいと思ってた。分かりやすいんだろ。じゃあ今度は6年前にベローってやつ持ってきました。おおおお、もうでも人もいなくなってるね。なんかなんか叩いてるとちょっと浮かび上がるって技なんですよ。地味なんですね。タバコ吸えるんだったら向こういればよかったかもね。駅前タバコ吸えないんだよ。拍手拍手割ってる。あの時々放送する方がいらっしゃるんです。あんまり後ろから来ないで、次は正面に一歩ずつ寄っておいてください。どうしようかな、今後のスケジュールどうする。仙台まで行ったでしょ。仙台ってことは千葉、東京、千葉、茨城、福島、宮城まで行ったのか。どうしようかね。次どこも買おうかな。20日には戻ってこないといけないから、あと20日間で、どういうルート回ろうかな。すごい盛り上がってる。花火だ花火。北朝鮮か。北朝鮮か。落ちた。デポの落ちた。多分ディズニーの花火だね。あれまたコメラが止まってるな。どうしようかなと思って北上しようかどうか迷ってるんだよね、正直。どうするのがいいと思う。俺も今考えて迷ってる感じなんだよね。どうしようかな。もう人いないね。もうそれでもいいよ、全然。全然家雑で、捨て頃まで家雑してもいいし。まあ全然気分で行こうかなと思って。トレーニングやってもいいしね。なんでワンワン着物着てたのか謎だよ。なんであいつ着物着てたんだろう。あ、東京の方がトツは稼げるよ。絶対。間違いないよ。それは間違いない。
パッキンと慣れてからさっきは、ふらふらさせない。くるくるさせない。まったり雑談しようか、じゃあ。しばらく。ねえ。雑談とトレーニング中心の配信に切り替えるか。一旦旅は21でストップして。21とこの42にキープした状態で。手頃にかけるか。本当に？じゃあラオさん会おうよ。どうしようか。ねえ、そっからまた旅再開しようじゃん。いつ仙台戻る？うん、わかんない。いつ戻るかわかんない。仙台からスタートするかもわかんないし。でも5000円でね、片道すぐ行けるっていうのは分かったから。駅前はタバコ吸えないんだ、ね、駅前はタバコ吸えないんだ。どっか誰か知ってる駅前でタバコ吸えるかどうか。会場の方行かないと吸えないのかな。どうぞ。オッケーオッケー。おお、ちょっと見てた。うん、何よりだけど、こんなに下がれなくていいよ。もうちょっと、オッケーオッケー。じゃあ行くよ。3、2、1でお兄さんに向かって投げてください。大丈夫？すげえな、このな。すげえな。お姉ちゃんが水着みたいな格好だよ。東北や北海道の人、そうだね、そうだね。俺も会いたい人いっぱいいるよ。バッテリー問題解決したいからさ、もっと24時間もっともっと分回しながら放送できる環境を作らないと、旅は成立しないし稼げない。今回のダメだった部分考えて、そこから改良していかないとなと思ってる。あと服装も間違えてたしね。そう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 。だって雑談2時間とかしか3時間とかしかできないんだもん。それじゃダメでしょ。配信者として。もっともっと、ねえ、ずっと垂れ流せるぐらいじゃないと。今帰宅ラッシュだからもうちょい時間ずらそうよ。もうちょい時間ずらそう。ありがとうございます。神金玉さんいらっしゃい。すげえかっこいい。BMW のマウンテンバイク初めて見た。フレーム超いかつい。
そうだね。今日あったかいっすね。今日あったかい。アンチコメ？アンチコメなくない？続いてえな。それではよろしくお願いします。今日使ったミラクルマジックご覧いただきたいと思います。物が小さいのでぜひ近くに寄ってご覧ください。フォローありがとう。フォローしてくれた人ありがとう。今日何しよっかな。NG なのはね、リスナーさんからいただいたものを捨てたくないから。そうか、行く行くよ、イオちゃん。そうか、行ったらよろしくね、リアトップ。タバコ吸おう。ショッピングモールになってんだ。タバコ吸いてえな。喫煙所ねえかな。あ、神奈川で土地松もありだね。喫煙所ないかな。喫煙所どっかにねえかな。
げえ並んでる、なんだろう。タバコ吸いたいな。いいからねえな。ライター買うわ。そうだね、明るいね。ライターはどこだ？あれ？すいません、ライター欲しいんですけど、ライターってどこに？あ、です。ターボライターあります？ターボライター。あ、じゃあこれで、どれか1本ください。はい。あ、レシートいいです。どうももうでも暗くなったかな。アウトレットパーク。喫煙所ねえかな。さっきの町会議のところの喫煙所行くわ。山の高い駅に見えてきた。全然顔の作り違うんだけど。山田孝之はさすがに無理があるって。俺山田孝之すごい好きな俳優だからすごい複雑なんだけど。全然顔違うじゃん。喫煙所欲しいね。あゆみさんはこっち。全然顔の作り違うからな。ヒゲしか合ってないから。ああまあ初めだけだったね。まあそんなもんでしょう。そんなもんだよみんな。いいんじゃない、練習してるやつが勝つと思ってるから俺は。練習そんな甘くないよ。俺は練習してるやつの方が強いと思ってる。だからトレーニング続けてるんだけど。まあ生主だからな、みんな。みんな生主だから。かなりノルマ上がった。何のノルマ？何のノルマ？タバコ吸おう、タバコ。
あ、はい、和道です。あ、でも遅い。おつ、あ、映らないように。オッケーオッケー。どうもどうも。こんにちは。え、こちら、こちら、カメラは。うん。そちらにいれば大丈夫です。どうもどうも。え、今、超会議で遊んでたんですか？そうです。しれちゃんです。あ、しれちゃん。はじめまして。どうもどうも。今、リアトツの旅やってるんですけど、カウントに入れてもいいですか？はい。ありがとうございます。ブナって言ってたんですよ。うん。焼きまんじゅう。はい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 。そうだ、群馬で焼きまんじゅう美味しいってずっと言ってくれてたんだ。はいはい、あ、しでちゃんだ。いや、偶然っすね。楽しかったっすか、超会議。最後までいて。ほうほうほう。さっき終わったばっかり。あ、今終わったばっかりで。僕もプラプラしてたんですよ、この辺。え？あ、ほんとですか？ありがとうございます。じゃあちょっと奥の方行きますか。うん。偶然今、リスナーさんが通りかかって、あ、和道さんって言ってくれて。この感じ撮っていいですか？あ、もちろんもちろんいいですよ。写真。全然全然。どうですか？印象違います？いや、同じです。同じ？いや、嬉しいですね。ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。ツーショットとかいらないですか？大丈夫ですか？もちろん、もちろん。行きましょう。ご支援いただきました。ありがとうございます。いつもこんな感じですね、僕は。ほぼ入ってる。もう自分が気分屋なんで。たまに配信見てるんで。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、またありがとう。よろしくお願いします。はい、ワド2。なんで増えちゃった。増やすために俺活動してるんだよ。増えちゃったじゃなくて増やしてんだわ、俺は。タバコ吸おう、タバコ。なんで俺が緊張すんだよ。逆だろ。おい、ワドツー、ユナちゃん。で、まあ、まあ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 。ありがたいっすね。嬉しいね。ありがたいっすね。風船さんとかありがとう、ユナちゃん。でもね、なんかね、普通のリスナーさんと生主ってなんか違う。あ、この人生主だろうな、すぐわかるんだよね。なんでかわかんないけど。なんか、生主ってね、特有のね、なんかね、雰囲気があるんだよ。なんとも言い難いけど。見たことない人でも、あ、この人生主だってわかる。不思議だけどね。タバコ吸おう、タバコ。駅前にも喫煙所欲しいなぁ。
おい、サネヤお疲れっす。匂い、匂いとは違うんだよ。顔つきっていうか、なんだろう。なんかね、なんか違うんだよ。勘なんだけど、なんとも言えないんだけど。はじめましてのリアドスでも人見知りしない？人見知りじゃないのいいな。俺人見知りはあんまり持ってないかもしれない。パニック障害は持ってるけど、人見知りはあんまりない。ちょっとね、空気違うよね。ちょっと特殊なんだよね。あれ？メッセ向こうじゃん。間違えた。ホテルの方来ちゃったよ。あ、そうなの？じゃあ消しとくわ。ほい。はい、エンちゃんこんばんは。どうも。今、マカリメッセの会場付近の喫煙所。アイナミちゃんはオーラあるでしょ。あの子は顔の作り違うもん。顔の作りがやっぱ全然違うよね。いや、わたつ。全然違うよ。超会議だね。超会議終わりだけどね。オブラコマティンワンワンにあったよ。あと、ユーユー、タチュヒコ、ジョイ。ジョイはほら、水戸で一緒にコラボした。タチュヒコ、ユーユーは、お見送りの時来てくれたから濃淡だけど。結構いろんな人に会えて嬉しいね。小倉はほら、麻雀のプロだったんだよ、もともと。男装で働いてて。よく暗黒麻雀の解説とかやってる。ね、最近は携帯ばっかりだね。最近は携帯配信者が多い。悲しいよ。俺は、やっぱり、パソコン、ニコ生出身だからパソコンにこだわるね。画質がいいからね、圧倒的に。あ、もう人全然いなくなってるね。カンパケだわ、これ。カンパケでーす。今日、かそってたんだ。なんか、おととしよりも人少なくなってる気がする。確かに。おととしもっといたもん。小倉は多分ニコ生トップクラスにイケメンなんだよ。タネじゃねえかこれ。まあ、狩り懐かしいなぁ。こんなに数万人とすれ違ったのにさ、数千人か。着物着てたのワンワンだけだよ。やっぱり生主って気違いなんだよ。こんなに会場を押し、人を押しの中で着物着てたのワンワンだけだから。だからやっぱね、どっか頭のネジ外れてんだよ、生主って。
だそういう、キチガイオーラみたいなのが、生主オーラなんだよ、多分。あ、そうなの？ゆうちゃん。全然リアと大歓迎だよ。だって着物着てくるか。どんだけ目立ちたがり屋なんだよ。真っ白の着物だからね。笑うわ。いつまで感動？まだ未定かな。全然考えてない。明日何やってるかなんかわかんないよ。真っ白の着物で、いきなり、真っ白の着物のね、人が、いきなりなんか、隣に来たから誰だと思ったら、ケンナオコだと思ったけど、あ、ワンワンかと思った。びっくりしたよ。あ、演歌歌手のケンナオコかな。ワンワンだった。ここまででかかったよ。ケンナオコさんですよね。花火ありがとう。ゆなちゃん、花火ありがとう。ねえ、びっくりしたよ。祭りの後って感じだね。祭りの後。ニコ生に未練はないけど、思い入れはあるよ。やっぱり。3年やってたサイトだから、未練はないね。思い入れはある。どうしよっかな。どうしようか？どの辺にいるの？都内の。ご飯食べてるよ。食いまくって太ったぐらいだもん。のんたんに太ったって言われた。体重もすごい重くなっちゃったんだよね。うまいもん食いすぎて、地方で。めちゃめちゃ太ったよ。LINE OK OK、 わかった。もう東京住んでるんだっけ。今日何配信やろうかな。北海道、あー楽しみにしてるわ。ありがとう、海鮮丼ね。
何やる今日。久々の、久々、もう、肩の荷が降りて、なんか、軽い感じだよ。家雑、しっぽり家雑でもいいけどね。どうしようかな。ありがとう、マスさん。頑張るよ。ありがとう。帰ったから家雑。でも今帰宅ラッシュだからもうちょい時間外したいね。あの BGM で。家雑ね。オッケーオッケー。旅の総括でもしようか。会場の設営が頑張ってるよ。今全部外してるね。今日配信者が新宿に集結してる。あ、そうだ。誰が来んの？新宿に。誰がいんの？ヒカルくん？まあみんな新宿だろうね。あの、地方から来てる人は。あの、バスで帰るんでしょ？キャスバーにいんの？俺も行こうかな、じゃあ、キャスバー。キャスバーってどこにあんの？キャスバー行く？スワッチの配信者行ってもいいのかな？キャスバー行ったことないんだよね。キャスバー行く？ヒカルくんが今いるっしょ、キャスバーに。行こうか。誰かキャスバーの場所教えてくんない？どの辺にあんのか。行こうか。新宿のどの辺？行ってみようか。
誰が集結してるんだろう。アイコが無双 URL、LINE に送ってもらいたいかな。サンキュー。さすが。あ、暑そうだ。歌舞伎町の他の方向に言われる。来た来た、ありがとう。おお。行ってみようかな。西武新宿線からの徒歩がおすすめ。歌舞伎町だよね。あの、ゴジラのビルの奥のところが。スタート。じゃあ、向かうよ。リアドツ町やってんだ。キャスバー行こうか。キャスバーって配信できんのかな？じゃあ行こうか、向かおうか。ここにいても何も発展なそうだし。行くか。ヒカルくんが配信してる？じゃあ向かうわ。リアトツ増えてよかったわ。キャスバー向かいます。ヒカルくんとスパーリングやろうかな、じゃあ今日は。ヒカルくんと、深夜のスパーリングやろうかな。あ、本当に？じゃあ駅まで歩こう。何時頃行くんだろうね。向かいます。新宿向かいます。あとね、ネットでステッカー販売始めるんでよろしくお願いします。インターネットでステッカー販売も開始するんでよろしくお願いします。どうなんだろうね、わかんないけど。
ふわっちはまだこれからのサイトだからね。ふわっちを YouTube に上げるのは、配信者のダウンロードができるんだよ。過去の放送、タイムシフト見るページでダウンロードができるから、それをそのまま YouTube に上げればいいと思うよ。それはそれで月数万円のお小遣いもらってるけど、他人のはダウンロードできない。配信者本人のしかできない。ダウンロードは。肖像権が自分にあるものしかダウンロードはできないよ。他人の配信はね、録画機能を使ってるんだと思う。録画ソフトを使って、録画して、で、やってるんだと思う、周りの人は。でもそれ、本人に許可取らないと違法だから。その辺はおすすめはあんまりしない。やってる人いっぱいいるけどね。あんまり気分のいいもんじゃないよ。うん、あ、ご隠居さんどうもどうも。で、今からキャスバー向かう。まあ、気分悪いっちゃ悪いよね。一声かけてくれれば全然さ、いいのに。それ、人が頑張ってやってるので金儲けようっていう魂胆はあんま良くないよ。みんな必死になって配信やってんだから。だったらね、身内のスタッフさんとかに稼がせた方がいいじゃん。専属で。フワッチフォローありがとう。フォローありがとう。いや、フォロー、いや、事務所に入ってる人はごく一部だよ。売れてる人？ウームっていう。ほんの一部の人だよ。トップ YouTuber が作った事務所に入ってるけど、あれオーディションがあるから。こんばんは。で、今から新宿向かいます。新宿のキャスバーに行こうと思います。それやりたいからできたら、これからもし、金かかってるマジックやるから、こっちの奥が違いに入ってみてもらうとかできる。じゃあちょっと、少しだけ人たちが協力してもらってもいいですか。なるべく正面の方来てもらえるといいからじゃない。この時は、フォローしてくれてありがとう。いや、今日はね、キャスバーっていうところに行きます。キャスバーに行きます。じゃあ皆さんお疲れ様です。本日、日本一周の旅、幕張編でした。リア凸人数は合計43名です。ありがとうございます。現在ですね、2017年4月の30日、夜の7時17分です。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。